Hey guys, I am a Kumu Kumu Rain. ラストステージですね、これ。で、中ボスのとこ、ボロでやられたんで、前回。なんとかして進みたいんですよね。前から言ってるよ、このゲームがなんかね、どうも敵のね攻撃の割り込みが強いんで、それでやられちゃうんですよ。打ち合いになった時にこう正面から打ち合うじゃん、バシ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 って絶対負けるんですよ。でその打ち負けて割り込みに勝てないんで、ほら、それで前回負けちゃったんで、ボロにやつが強烈な投げをね繰り出してくるんで、攻撃してる最中にね吸い込まれちゃうんですよ。だから違う倒し方が必要なのかなとか思って、必殺技をもう連発っていうか必殺技を当てることだけに駆使した方がいいのかな。その技を駆使してさ、必殺技オンリー、通常技がもう意味をなさないんで、何のためにあるんだよって。この難易度じゃ多分ね、通常技っていうものはほぼねダメなんですよ。効かないんだよ、ほら。しかもね、よく見てください。この相手がさ、起き上がるじゃん。強えんだよ。相手は起き上がるじゃん。相手じゃない、こっちがダウンして起き上がる際に、アッパーが出せるんですけど、その一マス分ね、敵がね、後ろに下がって、間合いを取って、わざとアッパーを受けないようにしてるんですよ、ほら。よく見たら。ガーク。まだ死なねえのかよ。で、強すぎるんですよ。巧妙なんで、やり方が。うわ、もう強え。右ストレート、左ストレートから投げっていうね。こいつ強いんですよ、やけに。あ、死んだ。で、必殺技自体も出しにくいんで、なかなか難しいんですよ、これ。思ってるより。忍者。こいつは厄介ですね。早いしさ、あれ、なんか一人自滅したな今、勝手に。うわ、すっげえはめてくる。すげえ。何匹出てくんのこれ、マジで。難易度高えな。なんか三角跳びばっかやってるな。こいつは扇風客なのか。つえーよこれ。こいつ最初にさ、マリアンをさらってったやつだよね。うわ、うわ、出た幻影。うわ、つえ。
波動拳だ。確かでもね、あの波動拳ね、見た目に反してノーダメだった気がするんですよ。食らってもやっぱ武器判定なんで弱いんですよ、このゲームだと。あれ使えないのかな、こっち側は。で、強え。スタンドでさ、膝蹴り出してくるから強いんですよ、あの。これじゃねえや、立ち膝蹴り。お、いった。まあまさかそんなバカな。まあ無理や。うわ、俺の剣法とお前らの剣法との間で繰り返されてきた長い戦いに決着をつく時が来たのだ。俺の原因を破らなければお前らは勝ち目がないぞ。さあかかってこい。俺は負けるわけにはいかないんだ。覚悟しろ格闘家。抜けビリリー。なんかナレーションが入ったな。あの男児向けアニメみたいなナレーションが。消えた。透明になれるんだこいつ。ずるいな。悪魔崇拝じゃん、しかもあれバフォメットじゃん。あれ真ん中にあるやつ、サタニズムなのかな。マジ旋風客あれ、来たのに。ゲームオーバー。ああ、いきなり始まった。こっからなんだ。こいつ強くねえか、なんか。いやいや、すげえ減った。強くねえこれ。すごいんだけど威力。あの前転みたいにして蹴るやつ、フランケンシュタイナーみたいな感じの足で蹴るやつ。うお、祭壇が現れた。おお、音楽がかっこいいな。メタルっぽい、昔のメタルだ。メロディックパワーメタルみたいな曲になってる。ハロウィンとかさ、あの辺の作りじゃんこれ。アイアンメイデンとかちょっと違う、そのメロディックパワーメタルみたいな、そうちょっと聞きやすいメタル。そんなことはどうでもいい。なんか強い。おお、エフェクト爆発した。ついに長い戦いも終わる時が来たのだな。最後に我が剣法に残る古い言い伝えを教えてやろう。幻影が広がれば悪魔は蘇り、2匹の竜が天をかける時、天使は舞い降りる。暴力という悪魔は私と共に死んだ。謎の格闘家は死んだ。格闘家が最後に言ったことは何を言えすものだったのか。とにかくビリーとジンギの復讐は終わったのだ。2匹の竜が天をかけるとき、天使は舞い降り、その夜宿命の対決に勝ったダブルドラゴンのもとに天使は舞い降りた。生き返った。リアル劇画調の絵のさ、マリアンが。うお、何回さらわれるんだこの女は。前もこんな感じだったじゃねえかよ。やめてくれよ、同じようなことを。トラウマになるから。え、何だったの、リベン
ジっていうけどさ、あの謎の格闘家は何なの？あのドクターウィリーと何の関係があるのかっていう、それが最初にさ冒頭で説明されてないのでよくわかんないんですよね。復讐したんだ、テクノスジャパンコーポレーション、ジ・エンド、クリアした、終わった、長き戦いがここに終止符を打たれることとなった。